こんにちは、27枚のロットです。ズマ君体調不良でね、僕一人で頑張ってますけどね、今回の企画はですね、ロット君即興作曲頑張ってみようということで、元カノにお題をもらって曲を作るっていう企画をやっていきたいなと思いますけどもね、台本なしですからね。じゃあちょっと元カノにかけていきたいと思います。出るかな。てかまあ、二条三昧のロットです。あ、はい。お久しぶりです。お久しぶりです。久しぶりに電話してめっちゃ申し訳ないんですけど、元カノにお題をもらって曲を作るっていう企画をやってまして、曲作らせていただいても大丈夫ですかね。大丈夫です。あ、本当ですか、はい、いいんですか本当に。じゃあなんかお題かなんかいただいてもよろしいですか。じゃあ彼女のからの LINE とポケモン GO で僕が振られた理由じゃないですかそれ。僕が LINE 返さなくてポケモン GO しまくってた時の振られた理由じゃないですかそれ。まあそれでどうぞ。それでは聞いてください。 LINE 返さないとポケモン GO でリリースします。あの頃はまだ僕は若かった。仕事かポケモン GO しかしていなかった。君からの連絡を全部返さずにポケモン、ポケモンばっかりしていた。ダメな男でごめんなさい、ダメな男でごめんなさい。それでも君といた日々は幸せだった。ダメな男でごめんなさい、ダメな男でごめんなさい。でも僕は幸せだった。すいません本当なんかこんな歌になっちゃって、なんかすいません、なんか本当なんかすいません本当。これからもポケモン GO を愛してください。いやもうね、ポケモン本当最近やってないです、本当に。東京でポケモン全部制覇するまでやめないでください、ね。はい、すいません、はい。ありがとうございました。すいません、本当、はい、お時間いただき、ありがとうございました。次の方ちょっと連絡していきたい。まあ出るかどうか分かんないんでね。出えへんかった時後で説明するの大変ですよね。もしもし、お久しぶりです。はい。ロットと申します。何？今仕事中やけど、はい。あ、ごめんなさい。YouTube の企画やってて、あ、大丈夫ですか？時間ちょっとやばいですか？時間やばい。時間やばいですか？はい。あ、すいません。はい。やっぱこういうこともありますよね、やっぱり。そうっすよね。そういう、こういう感じになりますよね、普通に。あ、今お仕事中ですか？大丈夫だよ。あ、本当ですか？今一人で YouTube の撮影してるんですけど、まあ、元カノにお題をもらって歌を作ろうっていう企画なんですけど。うん、なるほど。お題いただいてもいいですか？ないね。A さんのコピー用紙が足りない。A4 のコピー用紙が足りない。A さんがいい、A さん。あ、A さんのコピー用紙が足りない。あ、なくなりますよね、すぐ。そう、なくなるんだよ。いっぱい使うからね。なんかこう柔らかいですね、お題が。もう本当いい人なんやと思いますわ、本当に。なぜ君を手放したんだろうって思いますわ、本当に。本当に思ってるそれ。いや、思ってます、思ってます。はい。はい。お世辞でもありがとう。いや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 、 A4 用紙が足りないっていう曲を、うん、じゃあ A4 用紙、 A3 か A3 用紙が。そう、 A3 でお願いします。それでは A3 用紙が足りないという曲をリリースします。
サイズでコピーすることあんまりないけど、大概 A4 でも必要な時もあるんだよ。追加してよ。あのちょうどいいサイズの髪が足りなくなるんだよ。A4 の紙は余ってるのになぜだろう。 Acer。 ごめんなさい、なんかこんな曲になっちゃって本当申し訳ないです。ありがとうございます。そうそうそう、続きましていきたいなと思いますけどもね、これワンチャン録画できてんかったら最悪やなほんまに。もしもし、はい、ロットですけども、うん、お久しぶりです。久しぶり。今ちょっと時間大丈夫ですか？うん。ズマ君が体調不良で YouTube の動画を僕一人で撮らなあかんっていう状況なんですけど、企画がですね、元カノにお題をもらって曲を作ろうっていう企画なんですけど。ちょっと待って。はいはいはい。どういうこと？じゃあ元カノにその何？ちょちょちょ、そこよそこ。え？そこなんかちゃうやん。だって、何がですか？そこはおかしいよ、なんか。え、元カノじゃなかったでしたっけ？え付き合ってなかったでしたっけ？じゃあ僕は付き合ってたと思ってますから。いつやね、教えてくれや。逆に。いつからいつや。お題？曲作るんで、なんか。テレビの目覚まし。え、それ何でしたっけ、それ。いいの？その次の日起きるのがお互い早くて、普通の携帯のアラームだけだと心配っていうので、ドット君が、じゃあ俺テレビのアラームやったら絶対起きれるからって言って、テレビのアラーム設定してくれて、次の日2人ともテレビの音でびっくりして起きれたっていう思い出ありましたね。それ歌いづれ、どうしよう。それでは朝のテレビの目覚ましという曲をリリースします。聞かされる。君から久しぶりの連絡が来た。ロット君、スイーツ行かない？君は僕を誘ってくれた。君のその笑顔がとても素敵で、朝日が昇るまで何度も君と愛し合った。朝目覚ましはテレビで、君と電車に乗る、君と過ごしたあの日を僕は今でも忘れないよ。バラードになっちゃいました。ごめんなさい。しみましたけど。あ、本当ですか？ただ私が誘ったのわけちゃうし。あ、いや、まあそうっすね。ごめんなさい。そこ、ほんごめんなさい。そうっすね。今度行きましょうみたいな話やったっすもんね。
今度行きましょうみたいな話でたまたま京都いるからみたいなことですもんね。だからそうそうそう、いろんな女連れてってるパンケーキ屋さんに連れてってないよ、連れてってない、連れてってない、うん百人の女の、いや、うん百人で、ない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 、それはない、それはないわ、ほんまに。いや、なんかそう聞くから、いや、聞くからもうそれもないって、聞いてもないって、絶対それは聞いてる本人が聞いてるって言ってんね。いや、ちょ、ほんま、ちょ、ほんまだってなんか絶対その決まってる場所があるって、そのパンケーキ屋さん、それはだから彼女できたら行くとこでしょ。彼女だけじゃなくていいかもみたいな、こう、いやいや、違う違う、それは違う、ほんまに違う。あーと思って、それであーってなって、私もあー、しかもエッグスンシングス、あの、ごめんなさい、店の名前出しちゃったそこ別に僕彼女としか行ったことないですからね、それは。あ、そうなの、うん、なんか行った行ったみたいな何人かから聞いたことあるけど、ん、僕とパンケーキに行った行ったっていう女の子がいるってことですか、うん、いや、もうそいつもう絶対嘘で、3年付き合った滋賀の彼女と3年続いた京都の彼女しか行ってないから俺。いや、私あと2人ぐらい聞いてるけど、それあれでしょ、だから2週間だけ付き合った子でしょ、それそれはあれですよ、大阪のパンケーキですよ、京都のあのエッグスンシングス行ったのは。いやいやいや、私だけじゃないって、なんか僕も行ったよみたいな子も、男でしょそれ、男やったらいいでしょそれは。あ、なんかそっち系もあるんやと。いやいや、じゃ男じゃんそれ、僕も行ったよっていうの、なんか行けそうやしなみたいな。いや、すごいありがたい、その俺めっちゃいじられて、動画的にめっちゃ面白くしてくれてめっちゃありがたいんだけど。いや、別にいじってないし、本当のことしか言ってない。いや、ちょっと待って、ややこしいややこしいややこしい。いや、あのね、ほんとこの企画ね、心に来るもんありますよね。いろんなもん思い出してくるというか、ズマくんいないとこういうことしかできないんですよね。いかにズマくんが大事かってことですよ。こういう元カノに電話していくというね、ハソになってくるわけですよ、僕一人では。やっぱ二条侍はね、二人でね、二条侍なんで。はぁ、ズマくん早く帰ってきてくれ、頼むから早く帰ってきてくれ、お願いします。